皆さんこんにちは。アメリカで音楽活動をしているみさきです。今回は私がよく作っている栄養満点のグラノーラレシピをご紹介したいと思います。グラノーラは市販のものでも栄養価が高くてコーンフレークとかシリアルよりはいいと思うんですけれど、やっぱり市販のものだと添加物が多かったりとかお砂糖がすっごいたくさん入っていたりとかするので、私は何でも自分で作ってしまうのが好きです。私は3年前からできるだけビーガンの食事をとるようにしているんですけれど、お料理はビーガンのお医者さんとか管理栄養士さんが出すレシピを参考にして作っています。で、今回のレシピも私の大好きな管理栄養士さんの YouTuber さんであるサーリアさんという方がいらっしゃるんですけど、その方のチャンネルからいただいたもので少しアレンジしたものです。彼女はピックアップライムっていう YouTube チャンネルを持っています。すごく綺麗だし最高ですおすすめします。下に概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ見てください。彼女ももちろんビーガンの方で管理栄養士ということもあって、栄養満点のものが多いです。それでは早速グラノーラを作っていきましょう。まずはオーブンを350度ファレンハイか180度セルシアスに設定します。日本だったらセルシアスの方ですね。材料は4 cups of old fashioned rolled oats、 オーツ麦4カップ、そして1 cup raw pecans、 ペカンかなを1カップ、1 4th cup of brown sugar、 黒糖を4分の1カップ、そして half a cup of unsweetened coconut flakes、 ココナッツフレークを半カップ2分の1カップ and 1 4th cup of raw sunflower seeds、 ひまわりの種を4分の1カップ、はい、そして1 4th cup of raw pumpkin seeds、 かぼちゃの種を4分の1カップまた間違えそうになっちゃった。ここまでできたら混ぜます。そしてよく混ざったなと思ったら、次は1 4th cup of vegetable oil、 植物性のオイルを4分の1カップと1 4th cup of agave syrup or maple syrup、 アガベシロップかメープルシロップを4分の1カップ、この2つを混ぜます。そしてオーツやピカンが入っているボウルにかけて混ぜます。そしてよく混ざったら half a teaspoon of salt、 お塩を小さじ2分の1入れて混ぜます。このお塩がちょっとあると美味しいんですよね。ほんのり甘くちょっとソルトが効いています。そしてよく混ぜたら parchment paper を敷いて、オーブンシートかなに敷いて広げてオーブンに入れます。30分間オーブンで焼くんですが、10分ごとに取り出して混ぜます。なので3回入れますね。10分焦げないようにブラウンになってきてパリパリしたらオーブンから出します。だいたい30分ぐらいです。長く置きすぎちゃうと焦げちゃったりするのでお気をつけください。そして最後にオーブンで焼く必要のないものを加えます。 half a cup of dried cranberries、 これはサーディアさんおすすめしてるんですけど、私はドライフルーツがあんまり好きではないので省いてしまってます。嫌いな食べ物はほとんどないんですけど、みずみずしくて美味しいフルーツをなんでわざわざ砂糖漬けにして
乾燥させるのかがちょっと分からず、ドライフルーツは苦手なんです。まあ、食べようと思ったら食べれるんですけど、自分から進んでは食べないですね。なので抜いてます。でもドライフルーツ何でもいいので入れてみるといいかなと思います。はい、そして1/4 cup of chia seeds、 はい、チアシード、オメガファットがたくさん入ってますね。はい、を入れます。もし材料にするナッツがローストナッツだった場合は、オーブンで焼く必要がないので、オーツ麦とかと一緒に混ぜずにここの時点で入れます。そして出来上がりはこんな感じです。常温で1ヶ月ぐらい持ちます。エアタイトコンテイナーに入れてくださいね。そしてカロリーはだいたい 80g で 392kcal です。カロリーだけを見ると市販のグラノーナと同じぐらいなんですけれど、もっと自然で体にいいものがたくさん入っています。私はだいたい1食 80g をカルシウムが入った植物性のミルクと一緒に食べたり、植物性のミルクっていうのは豆乳とかオーツ麦で作られたミルクとか、あとPEA で作られたミルクとか、ココナッツミルク、アーモンドミルク、キャシューミルクっていうのがいろいろあるんですけど、はい、そういうのをかけて普通のコーンフレークみたいにして食べたり、あとはヨーグルトの上にグラノーラをかけて、あとそこにブルーベリーとかを置いて食べたりします。ほんのり甘いので、そのままおやつにポリポリ食べても美味しいと思いますよ。はい、というわけで今回は私がよく作っているグラノーラのレシピをご紹介しました。そして、ビーガンの管理栄養士さんであるサーディアさんのチャンネルピックアップライン、すっごくすっごくすっごくいいので、ぜひぜひ見てみてください。それでは今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。 Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Thank you.